皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下園です。今回の動画は、本の紹介の動画です。で、紹介したい本はこの本です。地政学入門っていう本で312ページ、角川から出てるんですけれども、ちょっとねこれ、そもそもなんですけれども、2016年に出された本の、こう過失したようなものなので、ちょっとだけ古いかなっていうふうには思うんですよ。コロナとかの話は出てこないんですけれども、ただそうだちょっと古いからといって全然役立たないようなものじゃないので、すごい難しいなっていうような本です。なんでかっていうと、やっぱりそもそも地政学っていうのがこう難しい、学問というか難しい領域だからなんだと思うんですよね。で、さまざまな要因が絡んでいると。でもそれはそもそも地理的な要因、気候的な要因、あとなんかその、資源が出る出ないみたいな、そういう変えられない要因に基づいてこう情勢が変わっていく。で、すぐには変えられないけれども、技術があれば変わることとかがあったら、そのゲームチェンジとかがあって全て変わっ、ルールが全然変わってしまうよみたいな話になるので、やっぱりこれって難しい領域だなっていうふうに思います。で、本書でも121ページにあって、なんで難しいかっていうの答えがあるんですよね。要は地政学っていうのがいろんな学問を応用した学問だから、だから難しいんだと思うんですよね。で、一般的に浅く広くみたいな話じゃなくて、その深く広く必要なので、やっぱり結構厳しいのかなっていう、結構もう難易度高いなっていうふうに思います。調査はこれめちゃくちゃ有名な人なんで、そんなに紹介する必要はないのかもしれませんけれど、佐藤さんですよね、佐藤勝さん、かなり前、かなり前に鈴木宗男とかでちょっと話が出てきたような人なんですけれども、この本だけじゃなくてたくさん著書もある方なんで、ひょっとしたら読んだことある人もいるのかななんていうふうに思います。で、その人が地政学の話を書いているんですけれども、僕なりに思うところなんですが、やっぱり地政学っていうのは主なプレイヤーがいて、アメリカがいて、 EU がいて、で、ロシア、中国、そして中東、この辺りで物語が展開されていると。で、このメインのプレイヤーっていうのが基本的にはランドパワーとシーパワー、要はその大陸、陸上の事柄を得意とするのか、それとも海洋上の事柄を得意とするのか、ランドパワーとシーパワーで分かれていると。日本はもちろんシーパワーの国なんですけれども、シーの国なんですけれども、これディズニーランドとディズニーシーとかそういうわけじゃなくて、やっぱりその、特に軍事力とかで、その陸軍が強いのか、それとも空軍が強いのか、海軍が強いのかみたいなのとも、リンクしてくる話なんですよね。だからアメリカとかの海軍は多分最強だと。一方陸軍であれば、ロシアなんかの方が、その一律の将があるというか、そういう形になると。で、特にシーパワーに関しては、チョークポイントっていうか、その海洋上の、関所みたいなのがあるんですよね。こういうその狭くなっているところとか、あるいはとんがっているところで、人為的ではありますけれども運河があるところなんかについては、やっぱりもし敵と味方を分けるのであれば、そのこういう例えばこの運河があるところが敵の部分だったら、これ通れないですよねと。じゃあここ通りましょうって言っても、ここも敵がいたら通れないですよねと。大回りしないといけないかもしれないし、違うルートを通らないといけないかもしれないっていうところで、その特にシーパワーに関しては経済的なメリットが経済的なメリットというのが大きいので、経済的なところから考えていくと、一方陸上輸送っていうのは重要ですけれども、大量に運ぶにはコストがかかるので、そういう意味でも
まあ、シーパワーはシーパワーのやり方がある、もし一方でランドパワーにはランドパワーのやり方があるっていう形で、まあ、全然こう住み分けができているんですよね。で、まあ僕なりの理解なんですけれども、そのランドパワーとシーパワーを、まあ、主役と脇役っていうこの4つの概念でこう分けると、もちろんこの主役級はこの4つと1つです。ロシア、中国、 EU、 中東っていうのが、まあ、主役クラスで、アメリカ、シーパワーの国はちょっとアメリカ、主役級はまあアメリカしかいないんですよね。で、そのランドパワーの国っていうのはその陸上で国境とかを接していることが多いので、だからその国境を守るのがまあ難しかったりもするんですよね。一方まあ日本だったらまあ海からどこでも来れるやんっていうふうに思うんですけれども、今の技術を考えたら海でこう進めるスピードってあんまり速くないから、だからまあ捕捉されるんで、まあ、なんだかんだ言ってその国境を守るのはそこまで難しくないっていうような形になります。で、ランドに関しては、まあ、主役と国境が接している国々っていうのが、まあ、全て脇役になるんですけれども、こういう国でこう悲劇が起こったりもするんですよね。でどういうことかっていうと、例えば中国とロシアっていうのはまあ国境接しているところもありますが、モンゴルっていう国があって、そこでそのいわゆるバッファーっていうのを作っていますよね。とその緩衝地っていうふうに、緩衝地帯っていうふうに言うんですけど、国境をもう接することがないように、こう どちらの陣営とも言えないような、まあはっきり言うとどっちかの陣営に傾いてはいるんですけれども、ただその明らかにどちらかに寄らないような形で、こうある程度の中立的な地帯を主役級の国境を接しているところでは、なるだけ国境を接するところを少なくして、こう争いを少なくしようっていうふうに考えられています。そういうのを、まあ、バッファー、余裕とかっていう意味ですけど、バッファーって、まあ、そういうことがあると。で、そういうそのバッファーの地域で代理戦争が起きたりするんですよね。だからここの脇役、主役と国境を接している脇役なんかは常にこう主役に翻弄されてしまう、まあ、そういう運命に地政学的にはあるということですね。だからまあ日本なんかでもまあ確かにっていうのもあるけど、まあ、アメリカとの関係でこう自国の その決定権ばかりはないみたいな感じを考えると、やっぱりそうなのかな。脇役っていうのはまあ多少っていうか、ほとんど主役の意思決定の影響をまあ色濃く受けるんかなっていうふうに思うんですよね。で、地政学的な問題って、一見その経済的な問題だったり政治的な問題とか宗教的な問題とかの顔をしてるんですけれども、それに隠れて本質が分からなくなることがあります。だから本質を正しく理解するのがめちゃくちゃ必要だと思うし、まあ、本書ではまあその本質を理解するための能力なんかをインテリジェンスなんていうふうに言ってるとは思うんですけれども、やっぱりまあ僕にはそれがあるとは思えないんで、やっぱりこれも読んでてめっちゃ難しいなっていうふうに思うんですよね。で、特に難しすぎてちょっと紹介はしないんですけれども、中東情勢なんかについては宗教の話なんか、それともその国家の話なのか、まあそれがちょっと難しいんですね。資源の話なのか。だからその中東やったらオイルっていう経済的な話もあるけれども、そのイスラム教っていうだけでもシーア派とスンニ派みたいなのがあって、宗教的な話もあるんですよね。で、その政治の集権度とかもちょっと違うから、まあ、国家の成り立ちとかも違うから、だからいろんな問題っていうのが、このじゃあその問題ってこれが1個解決したら解決しますよねっていうのがないから、
やっぱり難しいなっていうふうに思うんです。地政学的な問題を解決するっていうのは複合的な問題を解決するっていうことなので、まあ、難しいなと思うんですよね。でまあその本書は僕が今まで見てきたその地政学の本なんかに比べて、ロシアの話とこの中東の話は結構書いて、まあ、ロシアと中東って接してるんで、まあ、そこのなんていうかコンフリクトっていうかその紛争的な話もまあ書いてはあったりはするんですけれども、まあ、中東は中東でアメリカが手突っ込んでる。だからアメリカから考えたら、それはシーパワーの国が図らずもランドパワーの影響を及ぶところに手突っ込んでしまったっていうことなんで、それはまあルールが違うからやっぱりちゃんとうまいこと影響力を行使できないですよねっていう話になるんです。まあそういうような形で見ていくと、ああまあまあアメリカが多少失敗したっていうのもまあ納得できるなっていうふうに思います。でまあ本書ではまあアメリカはまあその海洋国家なんで、まあそれは独立、ある程度独立性を保っているので、あんまり紙面割かれてないんですけれども、まあ中国とロシアに関してはまあ結構書いてあるんですよね。で、まあ中国とロシアっていうのは、ランドパワーの国で、で、その共に海洋進出を常に模索しています。で、中国の海洋進出って言ったら一帯一路ですよね、と。じゃあロシアはっていうと北極海航路の開拓なんですよね。地図でいうとこことここですよね。だからこの両国っていうのは念願のそのシーレーンを手に入れようとしているんですけれどもねっていうところで、でもそもそもその陸上とかのランドパワーっていうかその陸に強い国だからちゃんとそれをこう力を行使できるのかっていうのがまあ問題になりますよね。ちょっと違うルールなのでランドのルールをシーに持っていっても無理と。ディズニーランドとディズニーシーは全然作りが違うのと一緒で、やっぱりちょっと違うんですよね。だからやっぱりやり方も違うし、まあ、それにこう成功するかどうかっていうのは注視すべきだし、それを許さないこのシーパワーの国、ここ映ってないけどアメリカがね、そうシーパワーの国があるし、イギリスもそうだけれども、それを許さないそのシーパワーの国があって、それのせめぎ合いになるという感じになります。でじゃあ日本ってどうなのかなっていうふうに考えたら、結構まあこの中国とロシアの関係でいうとまあお隣さんの国なんですよね。でそのここの3番なんですけれども、中国とかロシアとかのこの海の出口を塞いでるんですよ、ちょうど。だからその日本はシーパワーですけれども、まあ要はその日米って言われるぐらいなんで、やっぱりそのアメリカと、まあ、協調していると。で古くはその共産主義対資本主義っていう戦いにおいては、そういうイデオロギーの対そういうイデオロギーの対立の時にもその仲間だったし、シーとランドっていう話でもまあ仲間なんですよね。じゃあそのこのランドの国々が、まあ、シーに行こうとしているところをちゃんと塞いでるっていうところで、やっぱりその日米 の, その関係性っていうのはこうアメリカからしても必須なんだろうなと思いますし、日本が日本の国っていう一カ国の話だけ言ってもやっぱり重要なところなのかなっていうふうに思うし、それをちゃんと手放さないようにしないといけないんだろうなっていうふうに思います。だから地図見たら分かるんですけど、日本ってここから海に出放題なんですよね。一方中国ってあまりこう海に面してるところがないから、でもまあ太平洋に行きたいわって言っても無理だし、じゃあその先の大きな地図であったそのマレーシアとかシンガポールの方に行きたいわって言っても、いろんな国々があってこう身動き取れない。だからこそ海洋進出するためにいろんなことをしてるっていう感じになるし、これからはその海洋進出を阻むそもそものシーパワーの国なんかの対立なんかが出てくるんだろうなと。そういうような形で地政学を正しく読めたら、まあ絶対ビジネスには役に立つなっていうふうに思っているので、まあそれを知る上ではいい本なので、まあ難しい、内容は難しいんですけれども、
まあ多くの人に手に取ってほしいなと思います。まあこれじゃなくても、まあ地政学の本ってまあ一冊ぐらい、まあ、読んで、あ、なるほどねって思うのはいいのかな、なんていうふうに思います。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、あとコメントなどがあれば嬉しいです。こんな本読んでとかっていうリクエストがあったら嬉しいな、っていうふうに思います。またお会いできる日を楽しみにしています。さよなら。